なチャンネル。どうも、テーキャダバーガーめっちゃ晴れで、ありがとうございます。この動画が毎回出てる方、これチャンネル登録してない方です。初めて来る方用の動画になってます。これ、してらっしゃる方が、この、顔のチャンネルのページに来ると、違う動画流れてますよ、実は。ね。うざかったらもうした方がいいかもしれない。毎回やってるよ、これ。ということでね、よろしくお願いします。今回は4月1日になりまして、動画ちょっと変わりまして、これ見てください。ロゴがドーンできたー、やり。ねえ、もうお願いを重ねて、無料で作ってくださる方にもうね、お願いしまくりで、やっと作っていただいたということで、ね、4月1日からこれが出る。またね、別の方にもお願いしてたりするんで、またちょっと違うバージョンもあるかもしれないですけど、とりあえず現段階ではこれが、ね、出たよということでね、ありがとうございます。そして、これはせっかくなんで、川野田チャンネルはいろんなものを撮っています。それで、アンケートにも、ね、あるんですけども。まあ、いろんなね、動画を撮りました。こんな面白いかなっていうことをもう手探りでやっています。もうよくわからないけど、とりあえずやってます。結局、俺が喋ってるんで全部一緒じゃねっていうね。題材が違うだけで喋ってることは一緒ですから。ね、で、とりあえずですね、トップ3をやってます。カウンターチャンネル再生回数トップ3ということでね。すいません、今グダグダで、何も決めずにやってるんで、こんな感じになってますけど。第3位はですね、鬼滅の刃。コラボの、鬼滅の刃コラボのくら寿司さんに行ってみたーということでね、これね、再生回数1000件、現段階で1499、ごめんなさいね。ね、こんなチャンネル登録者数2000ちょっとしかいないのに、こんなにすごくねっていうことでね、まあまあ、お寿司食べてね、5皿をね、その、なんか、こう入れるんですよ。そうすると、ルーレットみたいなのもあって、当たると、そのガチャガチャみたいなのが出るんですね。さあ、鬼滅の刃何出てくるかなっていうね。そういう感じのやつですね。やっぱブームに乗りましたね。鬼滅の刃ブームにね、こう、ね、いち早くではないんですけど、全然。そして、次、第2位。第2位は、呪術廻戦。138話、一緒に読もうということでね。こちらが、2601回。これはですね、週刊少年ジャンプを買いまして、読むというね、俺が読むと、持ってる人は一緒に読んでください。まあまあ、これジャンプはもうないから、コミックス買った人とかね、138話って書いてあるから、それ見て、あ、これ見ながらこんなこと喋ってんだなっていうね、あだこうで言ってますんで、まあよかったら関係ない話、本当に見てたら俺と一緒でページがなかなか進まないっていうね、で戦ってる漫画が多いので。おお、すげえ、おお、こんな、そのばっかっていうね。あるかもしれないんですけども。まあまあ、こんな感じでね、やってるという。ね。漫画に、アニメに、おんぶに、抱っこでございますね、これ、ね。ちなみに、第1話発表前に言っときましょうか。第4位言っときましょうか。第4位はちなみにですね、これも、開封動画、お土産かな？ね、鬼滅の刃の、いちご大福、開けてみた、みたいなね。それでもね、これ、ね、でもね、だいぶカクンって落ちるんですよね。これね、1300、たぶん500ぐらい違うんですよ。500以上違うのか。再生回数。ね。そしてですね、5位いってますか ?5 位。5位は、ロボダッチのプラモデル、大人買い。ロボダッチ知らないでしょ、みんな。もうね、俺ぐらいの年の年代の人しか、ロボダッチのプラモデルを知らないと思うんで、そんなんがあったんです。ガンプラブームの前かな。もう、まあ、同じぐらいにやってたんだけどね。うん。まあまあ、そんな、プラモデル、子供の時に作ってたプラモデルが、再販されたので、それを動画を撮りましたって。もうこの辺になってくるとね、もうさすがに5位ですね。もう1000ちょっとしかないです。はい。じゃあ、早ある、第1位の発表ですね。まあ、再生回数見れば、多分すぐバレるんですけど、自分で検索多いやつでやるとできるのかな？わかんないですけど、俺がやるとすぐで出るから。ちょっと簡単なの、こんな。っていうことで、すぐバレちゃうんですけど、喋ってる間でバレちゃう。ということで、第1位はですね、ですね、行きましょうか。ドルルルルン !BTS の限定レモナドリンク飲んでみたーイェーイで、これはですね、チャンネル登録者数を超えています。3501回行ってます。ね、これ。ちょっとほとんど飲んじゃったんですけど、これね、こういうジュースがあります。栄養ドリンクかな。
ちょっと瓶の形がね、これ、こうなってて、こう、ね、瓶、あの、蓋がね、これこんな感じなんで、ちょっとこんな、どういうのか、ちょっとよく、ドレッシングみたいになってますけど、で、ここ、普通の瓶ですね。こうね。まあ、日本のデザインとはちょっと違う感じなんで、またね、こんな感じですね。ファンの方多いのね、だからね、BTS ってやっぱ、ね、ワールドヒートなのかな、こういう感じでね、ね。さあ、ということで、これが第1位でございました。それでアンケート取らさせていただいて、間違えてね、消しちゃったんですよ。で、もう一回やって、で、ね、開封動画系のね、方がね、41%。今のアンケートのね、結果だと。だからあるんで、そちらをね、気になってご覧になられる方いらっしゃるかと思うんですけど、もう何ヶ月前とかに撮った動画、とか、去年撮ったやつとか、ちょっと音のね、俺がいけないんですけど、その権利の問題で、音をね、変えなきゃいけないっていう作業がありまして、そうすると再生するとめちゃめちゃでけえという、爆音がドーンっていきなり出たりとか、曲を変えたんですよ。変えたのはいいんですけど、その音量が、なんか、ちょっとわかんないんで、差し替えたらその、BGM で後ろにちっちゃく流れてたやつがダメということで、変えたらすごい音量でかくなったりとか、あと音が入ってないとか、そういうのがね、急に消えたみたいなね。そんなんとか、ありましたら、それは申し訳ないですけども、そういう権利の問題で変えております。で、これ、YouTube やられた方よくわかると思うんですけど、チャンネル登録していただいてる年齢とかも全部出ます。性別とか。ほとんどが同年代。ほぼ同年代です。日本以外だと、ロシアの方が 10% ぐらい見てるかな。なんで？よくわからないですけれども、ね、ということで、皆さん、よかったら、チャンネル登録しないと毎回毎回この動画出るから。よかったらね、していただければな、なんて思います。以上でございます。どうも、どうも、ありがとうございました。